皆さんこんこにちははは武武田田学校講師ののでですすそれでは今日の授業を始めます、はい平安時代といえばですね、えー、なんかこの摂関聖治とか藤原氏の栄光盛水とかですね、まあ、陰性とかそんな話をこれまでしてきましたけどもやっぱりこの平安時代というのは平安文化という形でですねイメージできる人も多いと思うんですね。 えなので今日は平安時代の、えー、まあ本当に世界に誇ることができるね日本の素晴らしい平安文化これを今日のテーマにしていこうと思いますタイトルはこちらです世界に誇る平安文化はいまあ、平安文化というのは平安時代に始まって ものばかりりではありません、えー、もちろん奈良時代とか飛鳥時代から、えー、受け継がれたものもあるわけですね。えー、飛鳥の文化それが発展して奈良の文化になりそれがさらに発展して平安文化になる。 日本独自の文文化化ももあありりまますすし、えーそのねえー、まあ海外から入ってきた文化もあります、まあ、日本の場合はただただ学ぶだけではなくて自分たちで、ね、独自の文化を育んできましたしそれに海外のいいものを取捨選択して入れ込んでるんですね。えー、この両方ができるのがすごいんですよ。ね、あの多くの国は海外の文化をそのまま受け入れてしまう。 えー、そういう,そう,い,う地区が多いんですよそのいいものも悪いものもドンっと受け入れてしまうというねそういうところはまあよくあるんですけども日本はちゃんと取捨選択してるんですね。これはいいものだから入れるこれは日本に合わないから入れないこれは悪しきものだから入れないこんな取捨選択をしてきたつまり日本人がしっかり独自のフィルターを通して選択的にいいものを取り込んできた。 えー、そして自分たちもですね、えー、独自の文化を作ってきたそして取り込んだ外国,外国の文化と独自の日本文化を融合させたり並,存並走させたりとかしながら、えーまあ日本えー、相対的に日本文化というものを育んできたわけですねで例えばあの文化が入った時に全部ごちゃ混ぜに混ざるものばかりではないんですね中には融合するものもありますけども融合しないものもあります 並走させるるいうこともあるんですね以前話したことがあると思うんですけども、あのー、まあ,あの6世紀に仏教が入ってくるわけですよ。元々日本には神道があったんですねで神仏集合と言いますけどもこれは神道と仏教がごちゃ混ぜに一つのものになったわけではないんですね。えー、神道は神道仏教は仏教これ混ぜてないんですよ。 両方走らせてるんですねだから神社がありお寺がありこれがですねごっちゃになることはないで神社とお寺を兼ね備えたような、えー、お寺もしくは神社もできてくるんですけどもそれでも、えー、境内の中に仏像があって神殿があってっていうような形で分けてるんですね。で、えー、神殿で行われるのは神事ですし仏像で行われるのは仏事ですしやっぱ分けて行われてるんですね。ですから海外から入ってきたものとごちゃごちゃっと混ざるものもあれば 混ざらずに並走させるるもものもあとということそれから取捨選択の話が一つ出たのでこれちょっと先に解決しておこうと思いますけども例えばほらあの、えーまあ、日本は中国ねシナ大陸からね中華文明を、えーまあ、長きにわたってですねいいものを受け入れてきました取捨選択してきたわけです、えー、で決して日本人が入れなかったものってあるんですねその一つが転足です転足 これは、えー、中華王朝の女性がですね、えー、するものなんですけども、えー、もうちっちゃい時からちっちゃい靴を履き続けるんですよ外に出る時だけじゃなくて家の中にいる時もちっちゃな靴を履き続けるんですよで成長しますよね成長しても靴のサイズを変えないんですよひたすら小さい、えー、足に。 すするんですね、まあ、これどういう意味があるかっていうことなんですけれどもまあ足の小さい女性が美しいと言われてきたでもその根底にあるのはその王宮に住む女性はあの歩けちゃ困るんですね、えー、自由に歩け回っては困るだから女性が歩けないようにするえつまり転足をし,しっかりするとですね まともに歩けなくなるんですね、まあ、多少歩けたとしても走ったり飛んだり跳ねたりとか早く移動したりとかできなくなるんですねでこれはですね興味ある人転足で調べてもらえば分かりますけどもまあもうとにかく成長するのにちっちゃな靴のままですからもう痛くて痛くてしょうがないらしいんですねそれでも足は成長しますよねそしてどうするかといったらこの骨を折って畳んでいくんですってでだから転足した人の足を えー、X 線の X 線写真をあの撮ったあ資料とかあるんですけども冗談でしょっていうくらい骨を折って畳んでるんですよ。そんなことしてたらまともに歩けないですよね、はい、これはどう考えても悪しき習慣でしょ。ね、だから えーまあ、周辺諸国では王朝文化の影響で天側文化も入れてしまったんですけども、えー、日本では、ね、特に平安時代とかさ、えー、最初の桓武天皇なんか、まあ、中国かぶれという言葉はちょっと、えー、適切かどうか分かりませんですけども平安時代初期は結構大陸文化を入れたんですよね。で途中で遣唐使を 検討したた結果 <laughs> やめたわけですよ <laughs> あのもう唐から学ぶものはないって言ってですね、えー、受け入れなくなったそこからやっぱり国風文化といってもともと日本にあった文化だから漢文よりも和歌。 そういういものをです、ね、大切にしようというふうに途中からガラッと変わるんですけどもねですからそれだけ大陸文化を積極的に入れた平安時代だったんですけども日本もね中国等に並ぶね立派な王朝をね営んでいきたいというそういう自負があったわけなんですけどもいくら中国の等の王朝文化であっても全部入れたわけではない。天という悪しき えー、そういうあの習慣は入れませんでした。この転速いつまで続いたかと言ったら、まあ新朝末期まで続きます。新、えー、朝ってあのラストエンペラーで有名な新三ツの方の新ですね。新朝新改革命によって倒れた新朝、えー。まあ聖体号とか有名ですけども、あの時代まで、えー、まあ、日本で言えばもう明治時代ですけども、そこまで転速がですね続くんですよね。あとそれからもう一つ入れなかった あともう二つ言うと一つは過挙それから勘案、えーえー、です。まあ、科挙というのは、まあ、国家試験ですね、えーまあ、ものすごい難しい国家試験を科すわけなんですけども、えー、この過挙もですねこれ試験が難しすぎちゃって頭で勝ちになっちゃってですね、えー、いかに暗記能力があるかだけで選ばれるような傾向があって、えー、その過挙というものは日本は入れませんでしたね。 はい、あとそれから「観覧」もう観覧なんてもう最悪ですよ。まあ、今日のねあの平安文化、えー、と非常にですね絡むんですけどもこれね観覧という、まあ、悪しき制度を入れなかったから日本の平安文化が花開いたんですね。観、え、覧、ー、制度があったらです、ね、王宮の文化は栄えなかったんです。これ観覧って何かといったら、はい、あの皇居というのは大きく分けて2つの部分に分かれます表と奥です。 まあ現在でも表と奥分かれてます表というのは儀式をしたり、えー、なんか歌会始めとかもそうですけども、まあ、そういういろろな行事をしたりとかですね、まあ、現在であれば内閣総理大臣を任命したり外国人外国の要人が来たり宮中晩餐会を行ったりよくテレビで報道される皇居の場面というのはほとんどこの表です。はい、それに対して「奥」というのは天皇の生活空間です。はい えーまあ、現在の皇居では奥というのはも建物が分かれてます。えーあのー、いわゆる宮殿ね、えー、宮殿というのは表ですけども、えー、奥というのはこれ御所といいまして、えー、天皇陛下のご自宅まあ 車でで分のところなんですよ、皇居の中ですから、まあ、現在はあの令和に移ってね、今改修中ですので天皇陛下はもともとお住まいだった皇太子時代にお住まいだった、えー、東宮御所現在は赤坂御所と申し上げますけどそこにお住まいですけどもまた改修なんかが終わればですね、平成の時代の天皇陛下がお住まいになってた、えー、その吹上御所がですね、また御所として使われるようになります。えー、でこの… えっと江戸時代じゃない、えっと昭和の、えー、戦争まではですね表と奥はま1、あ、つの建物を、あごめんなさい、えー、っとですね昭和のときに分かれてたな、えー、明治時代まではですね表と奥は1つの建物だったんですね、まあ、建物といっても廊下でつながってるんですけども。はい。 え廊下でつながっていてここから向こうは表よここからこっちは奥よという明確な区切りがありましたあとそれから京都御所京都御所もですね表と奥はっきり分かれていますこの廊下のここの扉からこっちは奥、ね、表分かれてるんですね、はい、でこれ、えー、奥はこれ大変あの、えー、ちょっと異質な空間でして女性だけなんですよ男性職員が一人もいないんです 全て職員はえ女性だから男子禁制なんですね奥にいる男子は一人だけです天皇ですはいえそしてこの女性たちは、えー、通勤ではなくここに住んでるんですね、はいえー、ですからこの奥にいる女性が妊娠すると「えこの子のお父さん誰?」って言ったら「はい天皇」っていうだから男を入れないから こここに寝起きしてる女性が妊娠したらお父様、まあえー、その子のお父様は天皇だと分かりますところがこの奥に、ね、男性職員がいっぱいいたらわかんないですよえどっちの子っていうか誰かが悪くさせたかもしれない呼ばえかけたかもしれないわかりませんよねえー、えー、するとですね、えー、父親が誰かわかんなくなりますよね そんなふうにしてですね日本の、えーまあ、これ「高級」って言うんですけどね「後の宮」と書いて高級、えー「高級」「高級」「奥」ですね「えー、奥」は女性だけの、えー、世界が広がっているということになるわけなんです、えー、これ中国ではどうしたかというと「宦眼」という制度を取り入れたんですね宦眼というのは、えー、男性としての生殖機能を、えー、切除したそういう官僚のことを言います まあ要するにまあ簡単に言うとえ出っ張ってるとこちょん切っちゃうわけですよ男性器をちょん切っちゃうわけですね <laughs> そしたらもう生殖能力ないですよねそうすると女性を妊娠させることができませんからだから先ちょちょ先っじゃない目元からちょん切っちゃうわけですよ <laughs> その人は奥に勤めることができる男性なわけですねはい これを中国も朝鮮もずっとやってたわけです。ええそうするとですね、え天皇のそばに仕えるえ、一番そばに仕えるものが、日本だと女性なんですけども、中国、朝鮮では男なんですよ。はい、これを観眼というんです。でもよく考えてみてくださいよ。観眼男性の生殖器を根元からちょん切るんですよ。趣味悪いでしょう そこまでして奥で働きたいかっていう話ですよねいやーほんと気色悪いっていうか趣味悪いですよねそういうふうにして男がどこまでも奥に入り込んで天皇じゃあ皇帝のそばに使えるわけですねそして、えー、皇帝陛下はこう思ってますとか皇帝陛下はこうおっしゃってますとかっていうことを言うことによって要するに自分が皇帝の代弁者になっちゃうわけですねだって。 もう一番近いところにいるんですからで日本は全員女性なんですよところが <laughs>、ねえー、シナ王朝朝鮮王朝では宦官というね宦官が政治を握るようになるんですね宦官政治といって政治が大混乱に陥、えー、っていくんですねはいで日本当時ね平安時代の日本もその前からもそうですけども当然、えー、シナ王朝がそういう宦官文化があるってこと知ってますよでも日本人は 取り入れなかったんですよ気色悪いもん趣味悪いっしょそんなもんねえなんか不自然ですよねはいだから奥でね力を握るのは女性だったわけです日本でははいでその女性というのはそんなに政治に関与しないんですよねええいや昨日の晩ね皇帝様こう言ってたよとかないわけですよ えだって女性はこれ表に出てくることができませんからこの女性は奥で寝泊まりしてるんですね表ちょろちょろ歩いちゃったらそこそ妊娠したら誰の子か分かんなくなるってことになっちゃいますから寝起きしてる女性はここから出ないんですねだから昨日天皇陛下こんなこと言ってたよっていう相手がいないんですよねはいというようにですねあのまあ入れるもの入れないものこれよくちゃんと取捨選択したんですねはいそれからあのえー、っとまあ あの漢字はね中国から中国大陸から入ってきましたえでも日本人はそれをですね、えー、そこからカタガナを作を作作りりひらがなました、はい、でこの時代ですね、えーまあ、いくつか重要なことがあるんですけども。 えー、特に文学,文学の部分を説明してみたいんですが、まあ、有名なところでいうと「古今和歌集」ですよねこれは醍醐天皇の時にですね紀貫之が編纂するんですけども直線和歌集という形で「古今和歌集」が作られました、えー、ここにですね、まあえー、一つ例を挙げると「君が代」ですよ「君が代」の歌詞はこの「古今和歌集」に初めて収録されています、えー、でですね、まあ、やっぱりこのの和風文化があの 改めてね、あの重、ー、んじられるようになりましたので、えー、こういう和歌文化が、えー、すごく重視されるようになったわけなんです。でこの日本のこのね平安文化を述べる上で、まあ、いくつもあるんでもうそれだけでもうね、えー、平安文化語るだけで相当時間を要してしまうんですけどもあのー、えー、やっぱり私が注目したいのはここなんですよね。えー、この、ね、枕の創始 源氏物語、まあ、こういう作品があるじゃないですか枕草子を書いたのは清少納言源氏物語を書いたのは紫式部です両方とも女性なんですね女流文学なんですね、えーえー、この清少納言と,納言と紫式部は両方とも一条天皇の皇宮ここですね奥に仕えていた女官さんなんですはい。 ただちょっとこの2人は同じ時期には仕事していなかったちょっとずれてたらしいんですけども2人とも一条天皇の女官で奥に仕えていたんですね。はいえー、で、まあ、この2人は有名ですけどもそれ以外にもこの平安時代には女流文学女流作家がですね何人もいます。有名なところでいうと、まあ、例えば藤原道綱の母、えー、菅原の高末の娘。 和、えー、泉式部とかですね、えーまあ、これあの「の母」や名前で呼んでやれよって気がするんですけどもなんかこう女性の名前がですね、えー、伝わらずにやっぱこの藤原の道綱、うん、こっちがやっぱ有名なので「の母」っていう形でですね記録されてたりするんですね、えー、菅原の高末の娘あこれ「女」って書いてありますけども「ども「 こっちじゃないですからね。<laughs> あのおめかけさんじゃないですよ。これは菅原の高末の娘と呼びます。名前で呼んでやれよって気がするんですけども、はい。えー、泉式部とかですね。まあ、結構こういうですね、女流作家がですね、たくさん出てきた。で、これゆこれこれだけ聞くと、へ別に女性が書いただけじゃんとか思うかもしれませんけど、とんでもないことですよ。とんでもない。大体ですね、えー、女流作家というのはヨーロッパでは。 もう、ね、17世紀以降なんですよ、はいえー、だからもうあの、えーまあ、ここ平安時代までは古代ですよねこのあ、えー、と鎌倉時代室町時代が中世ですよねでヨーロッパでは古代中世で女流作家なんかいないんだからアメリカなんか国ごとありませんでしたからねはい、まあ、正確に言うとですね大変古い時代に、えー、作品を残している女流作家はですね一人います古代ギリシャはい サッフォーって名前の女性なんですけども女性詩人ですねサッフォー、はいえー、紀元前7世紀から6世紀にかけて活躍した方なんですけどもこの方は記録がありますただしそれ以降ないんですよ古代中世を通じてこの人ぐらいなんですね、えー、日本ではね 青、えー、少年紫式部をはじめいろいろと女流作家がですねどんどん出てくるわけなんですね。えー、しかもまあ「枕草子」にしても「源氏物語」にしてもただ女性が書きましたよすごいねだけじゃなくってものすごい文学的にですね、えー、評価されているんですね。えー、でこれどういうことかと言いますとそもそも読み書きをするのは男の世界だったんですよ。ねえー、せ世界ではね えー、世界の、えー、常識でいうと読み書きできるのは男だけだって女はもう文字を読んだり、えー、書いたりする必要がない、はい、だから文字を読んだりり書いたたすするののは男の世界これがヨーロッパだだったんですねだから、えー、女に生まれたら読み書きしない人がもうほとんどなので女流作家などというものが生まれてくる下地がなかったんですところが日本では、ね 読み書きは男だけっていうのがないんですよ女性も読み書きをするんですはい。えー、これね、えー、まあこの女流文学女性文学を語る上でですね、えー、書かすことができないのがひらがななんですけどもあのカタカナというのは男が使うカナな,なんですねそれに対してひらがなというのは女が使うカナだったんですよえ、じゃあどんな人がひらがなを読んだり書いたりもちろん漢字も使えますよどんな人が読み書きしたかというとここなんですよね まあここをはじめ、まあ、藤原氏とか菅原氏とかいろいろな豪族がいますよね、えー、そういうようなあのき、えーとまあ、公家貴族そういった人たちの生活空間にいる女性というのは読み書きができなければ相手にされなかったんです。 だからね、えー、このね、えー、王朝文化っていうのは非常にですね、えー、重要でしてもうこの世界の,この,世界の王,朝王朝のね、えー、そのた例えば皇室とか、えー、公家貴族に生まれた女性は読み書きができなかったら話にならなかったんですよ。はいまあ、そんなふうにしてですね、えー、だ,あそうそうだからここね、えー、天皇の身の回りのお世話からいろいろな伝達事項とかいろいろやらなきゃいけない。 ね、手紙出したりとかなんとかもありますそれ全部女性が担ってきたんですねだから、えー、読み書きそソロ版って言いますけどももう様々なそれこそ四書五経中国の古典文学にも精通してなくてはいけないし、えー、いろいろな漢字からですねひらがなからカタカナからですねまあ、そういうですね、えー、文学には精通してないといけない、えー、そういった教養の高い女性が求められたわけですよ、えー、だから教養の高い女性を求める職場があり、えー で,そ、えー、で子供が生まれたらそういうふうにしっかりとした教養のある女性に育てなきゃいけないっていうそういう社会だったんですねでもしこれ勘願だったらどうかということですよだから中華王朝にはあの女性女流作家いますけどもやっぱこう長い間出ないんですね、えー、古代中世を通じて出ないんですよ、えー、だって奥でね教養のある女性は必要じゃなかったんですだって奥で働いてるのみんな勘願だから女性は 要するにね、皇帝の夜のお相手するだけですよ。ね、だから女性としてね、夜の相手だけしなさいっていうのと、全部事務からね、あの手紙から何かかすべてやりなさいっていうのでは全然求められるものが違いますよね。だから、えー、中中華王朝では教養のある女性を必要とする社会じゃなかったんですよ。ヨーロッパもそう。だから女性が読み書きなんかできる必要なかったんです。ところが日本ではね、えー、教養のある女性を が、教養のある女性を必要とする職場がたくさんあったんですね。はい、例えばね。ちょっとここに書きましたけども、誰だったかなあ,あ。そうだそうだ。藤原道長が、えー、娘の亜紀子、えー、少子ですね。少子を受胎させた時には、えー、女官40人を,を従わせてるんですね。娘がとつぐのに女性40人を一緒に従わせてる。 えその人たちがいろんな文章を整理したり手紙書いたり、はいろいろなことができなきゃいけない身の回りのお世話から何から成人、えー、も精通しなきゃいけないしあらゆるものを兼ね備えた女性という、ね、そういう精鋭のです、ね、本当に仕事ができる女性を40人一緒にです、ね、従わせているぐらいなんですね。 えー、ですから藤原氏というのは、えー、自分のところにもだから40人出す全部出しちゃったら自分のとこいなくなっちゃいますから多分、えー、80人100人もっといたんでしょうそのうちの40人をじゃあ娘が嫁ぐ時にってだって道中なんて娘何人も嫁がせてますからその度に何十人もね家来の女性をね連、えー、れていくわけですよだからもう常に、えー、できる女性をヘッドハンティングして。 あなたこれできますかできますかああだったらうちに来てくださいとその代わりこれとこれとこれで勉強してくださいねとか言いながら教養のある女性をどんどんスカウトして教育してで娘が嫁ぐためにですね何十人も送り出すというそういうことをしている家があったわけですよねだからそういう高級では読み書きができるそういう女性がやっぱたくさんいるんですね。 でそういった中で、えー、清少納言が、まあ、王朝のいろんな出来事をですね日記風に書き記した。これが枕草子ですよ。紫部が書いたのは「源氏物語」。これ政治風刺にもなってますけども、長編ですよ。大体いいですね、長編小説。これ世界初ですからね。あの、さっき、ほら、サッフォーが詩を書いたとかありましたけども、長編小説え。これ男、女含めて世界初ですよ。源氏物語は。 男でも長編小説これより前ありませんからねましてや女性が書いてんですよはいそれから「竹取物語」これも平安時代ですけども竹取物語は作者不明です残念ながらで「竹取物語」は人類の歴史初の SF 作品ですから <laughs> す,すごいんですよ日本の文学ってはい、えー、だからこれもやっぱり観覧を入れなかったということえ それによって教養の高い女性が求められ彼らがね,、えーねえー、たくさんたくさんの教養のある女性があちこちで仕事をするそしてその中で、えー、文学作品を作り上げるようなこういう秀才天才といえるような女性もですねいたということなんですね。ですからなんかね、えー、女性の地位とかいうと日本はもう昔からね えー、ダメだダメだと下から何番目だなんて言われてますけどもいや日本は歴史的にですねそもそも男が尊い女はね卑しいなんていう発想がもともと古代の日本にはないんですね。古事記を見ると男女平等に書かれてるわけですよ。古事記に出ててくる女女神とか女性ととか性いうのは生き生ききしてますよね時に旦那さんをです、ね、尻に敷いたりなんていうの普通に出てくるわけですよ。 えーえー、ちょっとヨーロッパではもう男尊女卑きついですからね、えー、男女は男の所有物みたいなのがやっぱりずっと根強くあるわけですだから今レディーファーストとかい,いっぱいやってね罪滅ぼしし,してますけども日本では昔から女性が卑しいっていう発想がないんですよえですからあの、えー、まあこういう女性が ね、教養のある女性がいろいろな、あのーね、活躍をした、えー、そういう歴史が日本にはあるということなんですね。はいえー、あもう時間だなあの一応これだけ述べておきますけども「日本書紀」は有名ですけども「日本書紀の後」のあと「食、えー、日本紀という本が書かれるんですね。「日本書紀の後」の、まあと「続く」と書いてこれあの普通に読んだら「俗日本紀になりますけどもこれ読み方が違います。 ですはい続くと書いて「食、えー。日本書紀の「期は「期なんですけどもここは「義になります「食日本」「義統一してくれればいいのにね「食日本」「義はいそしてその後は「日本後期」「食日本後期」「日本文徳天皇実録」えー「日本三代実録」でこれ5つありますけどもこの5つに「日本書紀」を足すと「立国史」ですね。 ですから国家としての公式な記録は日本書紀の後もずっと編纂が続き、ね、この日本三大実録までこれをまとめて立国誌、まあ6本の名前がそれぞれついてますからあの6冊,6冊とかあの6、まあ、それぞれ何十巻ってなってますから6冊ではないですね6つに、まあ、文書として6つに分かれているということで立国史。 これも六国って読ませてくれようと思うんですけど立国史と読みます。はい、えー、まあこういうのが書かれたのもこれ全部平安時代になりますからね。はい、えー、というわけでちょっとね、えー、短い時間にキューッとまとめましたけども平安文化世界に誇る平安文化、えー、ということです。あ,あとね ほらえー、平成から令和の御代替わりの時に即位礼正殿の儀とかありましたよねあの天皇陛下がねその功労膳の御法をまとってらした、えー、皇后陛下はですね五つ絹から,いからぎぬ、えーまあ、十二一杯ですよね、えー、をまとってらしたあれも全部平安文化ですからね。 はい、あもちろんその前から、えー、積み上げてきて平安時代に頂点を極めた、えー、その平安絵巻を私たちは、えー、即位例などで見ることができたわけです。はいということで今日はここまでです。あそうだあの、はいね、この天皇の国史えここにも平安文化のこと書いてありますしはい、えー、中学不合格不合格教科書、えー、ぜひこれねお手元にまたねご用意いただいて、えー、関係するところ読んでもらえればと思います。ということで今日はここまでです。 はい、チャンネル登録をお願いいたします。